前回のところでですね、アメリカ史の方をやりまして、アメリカにおけるいわゆる世界恐慌、1929年の世界恐慌の始まりについて勉強をしてきました。で、今回はこの世界恐慌が当然世界に波及するわけですから、ヨーロッパ諸国がこれにどう対応していったのかというのも勉強していきたいと思います。ちょっと最初に断らなきゃいけないのが、これイタリアから始めるんですけど、イタリアはですね、世界恐慌後ではありません。実は世界恐慌前から、ちょっとですね、世界恐慌後の世界を暗示するような、政権というのができてますので、ちょっとここでですね、少し振り返りながらですね、世界恐慌前になってしまうんですけども、まずイタリアから勉強していきたいと思います。で、まずイタリアはどういう状況かと言いますと、第一次世界大戦でイタリアは勝ったか負けたかと言ったら、ちょっとこれ不可思議な動きをしてるんですけども、一応勝ってます。勝利国なんだけども、一応未回収のイタリアなんかは取れるんですが、もうちょっと欲しかった領土が取れずにですね、ベルサイユ体制には勝利はしたんですが、不満をと。これちょっと、不満な状況がありました。で、もう一つは、経済が混乱をしておりまして、社会党左派の指導なんかでですね、特に北イタリアのミラノとかトリノあたりでですね、労働者のストライキが頻発してまして、非常に経済的にも混乱をしている。政治に対する不信というのが非常に強かったんですね。その中で、登場したのは誰かと言いますと、この人、ベニト・ムッソリーニという人ですね。これは顔が強烈だよね。顔というか、なんか、樽みたいな体型してますけども、こんなに強烈な表情の人ってなかなかね、世界史上いないと思うんですが、このムッソリーニという人物、彼もともとこの社会党左派の出身なんですけれども、途中で考えをガラッと変えましてですね、何を唱えたかというと、議会制民主主義を否定するファシズムというのを唱えていきまして、1919年、これ解明するんですけども、ファシスト党という政党を結成していきます。これ正確にはパルティオナチオナルファシスタですから、国民ファシスタ党の方がいいと思うんですけども、教科書は一応ファシスト党になってますね。でね、ここで説明難しくて、例えばこれについて詳細に説明しなさいっていうテストとか論述問題出ないと思うんですが、このファシズムって一体何かというとですね、これちょっと説明難しいんですが、いくつか共通する内容を言うとですね、まずこれ民主主義というか、多数決によって物事を決めるようなものは、に関しては否定的です。議会制民主主義よりもどちらかというと、独裁、ですね。反対派の意見を許さないという独裁的な考えを持ってます。ただし、その独裁というのは、全く支持がない状態で恐怖政治を行う。もちろん反対派に対しては厳しいけども、そういうだけの側面じゃなくて、例えばこのムッソリーニっていうのはですね、非常に演説の名手でして、なんていうの、とにかくね、すごいね、うなずきながら話すんですよ、自信満々に。で、カリスマ性を持った指導者というかリーダー、がいるんですね。で、そのリーダーのもとで大衆の支持を集めて、その支持を集めるためには、ナショナリズム、これは国家主義と言った方がいいかもしれない。国家主義とか国粋主義と言った方がいいかもしれないですけども、自分の国は優れてるんだ。自分の民族は、優秀なんだということを国民にアピールして、対外的に侵略をしていく。そういう側面があるんですね。ですので、独裁、カリスマ的なリーダー、大衆の動員、そして、対外侵略、こういう要素を、合わせ持っているのがファシズムという考えだと思ってください。で、彼はですね、これ1912年というのがおかしいですね、22年かな、資料が、1922年に、ローマ新軍というですね、数万人のファシスト党員、支持者たちによる、一種のデモンストレーションとか恣意的な行動なんですけども、これによりまして政権の座につきます。そして、ファシズム代表議会というのを最高議決機関にしまして、1925年にはこれ野党禁止にします。これにより、一党独裁、ファシスト党の一党独裁、反対派の意見は一切認めないという状況になるわけですね。で、先ほど言った通り、このムッソリーニ、ファシズムというのは、我々の民族、国家は優れて、他国に侵略をするんですが、イタリアって歴史が浅いじゃないですか。
イタリアの統一は1861年ですから、もうこれまあできて50年ちょっとしか経ってないんですよね。60年ぐらいですか。ですのでイタリアのじゃあ歴史っていうのをどうアピールするかっていうと、これムッソリーニうまいですね。何出すかっていうとですね、イタリアは国はできたのは歴史はないけども、古い歴史を見ていけば偉大な歴史があるじゃないかと。何かというとローマ帝国なんですね。イタリアというのはローマ帝国の末裔だから、古代ローマ帝国の復活っていうね、もう壮大な夢というか妄想をですね、国民に訴えて、自信満々の顔で訴えていくんですね。ですからですね、彼はですね、ローマ式敬礼っていう、ローマの手を挙げるこの敬礼ですね、これをですね、国民に推奨しまして、これを後に、別の国のあるチョリギエの人が真似をするわけですけども、そういう巨大な妄想をですね、言っていくことになります。まあ、じゃあ実現したのかどうかというと、例えばユーゴスラビアから、フィューネという町を奪ったり、例えば、できたばっかりのアルバニアという国に進駐して、まあ、保護国に、事実上の保護国にしていったり、まあ、一応領土の侵攻はするんですが、これね、ムッソリーニそんなバカじゃないからね、まあ、イギリスやフランスやドイツに対抗はできません。こういった、まあ、できたばかりの新興国から領土を奪うことで、まあ、ちょっとは国民を満足させるんですね。なので、実はね、国民の人気を一番集めたのはこれですね。1929年に、ラテラの条約というのを結びまして、ローマ教皇と、和解をしています。あれ、ローマ教皇とイタリアって仲悪いんですか？悪かったですよね。イタリアの統一のところを見ていただければわかるんですが、1870年の普仏戦争の時に、イタリアはですね、ローマを占領、ローマ教皇力を占領をしてます。以後、ローマ教皇とイタリアというのは非常に仲が悪かったんですけども、一応ここで和解をしまして、ローマ教皇領が復活します。それが現在の世界で一番小さい国、まあ、ローマ市内になりますけども、バチカン市国というのが成立して、ローマ教皇領が復活するわけです。これね、ムッソリーニの人気すごい高めたらしいですね。イタリアというのは基本的にカトリックの国ですので、ローマ教皇とイタリアが和解したということは国民の人気につながったというふうに言われていますが、この1929年というのはあの年ですね。つまりこの10月にアメリカで世界恐慌が始まっていきますので、まあ、細々と領土を奪ってはいくんですが、イタリア経済はここから一気に悪化していくことになります。ここだけはですね、ちょっと世界恐慌前ですよというのは、ただこのファシズムというのはすごく大事ですので、ちょっとですね、例外的に世界恐慌前ですが、ここで紹介をさせていただきました。さあ、ではですね、続いてこれ、いよいよイギリスの方に行っていきましょう。イギリスがじゃあ世界恐慌をどう対応したかといいますと、当時の首相はですね、マクドナルド、という人ですね、ラムゼイ・マクドナルドという、でして、これは政党を覚えなければいけません。イギリスは二大政党制になっておりますけども、この時期の二大政党というのは、まあ、トーリー党以来の伝統的な保守党と、社会主義政党である労働党、この保守党と労働党の二大政党制になっていました。まあ、これ今の時代と同じですね。自由党がちょっとやっぱ力が落ちてます。で、マクドナルドという人は労働党内閣です。でこの第二次というのがポイントでして、1924年にですね、最初の労働党内閣を作ってるんですが、それが一体ダメになりまして、29年に再度労働党内閣が成立をしています。ただしこの年に世界恐慌が起こりますので、イギリスでも失業者が激増、これね、倍になっちゃうね。一気に失業率が倍になって、失業者がですね、街にあふれる事態になるんですよ。で、一応労働党っていうのは社会主義政党ですから、労働者の権利とかを守る、保護するのが基本的な政策ですよね。労働者を支持する政党です。ところが何が起きたかというと、失業者があまりにも増えすぎたので、これ日本でもありますけども、失業保険、つまり失業者に給料の一定額を保証する失業保険というのがあったんだけど、失業者があまりにも増えちゃったから、これ払い切れなくなってくるんですよ、失業保険を。そこでですね、マクドナルドは財政破綻を防ぐためにですね、失業者に支払われる失業保険の削減を実行に移していきます。失業保険の削減ですねに踏み切っていくことになります。ただしですね、この失業保険の削減を 10% ぐらい減らそうとしたんですけども、これ当然さ、労働者にとってはどうですか、優位不利、これ当然不利だよね。そうすると、マクドナルドは政権持ってますから、財政とかを考えてやろうとしたんですけども、小木さんのところですね、労働党がですね、
これ労働者にとって言うダメだろうと、我が党の政策と相手ないだろうということで、猛反対をしまして、結果的には内閣総辞職でします。で、この第二次、マクドナルド内閣に代わって成立したのが 何かというと、この人ですね、マクドナルド内閣ということで、なんだこれと思うでしょう。で、これね、同じ人です、当然。同じなんだけど、これ何が起きたかと言いますと、政党が違うんですよ。この復活したマクドナルド内閣っていうのは、極右一致内閣でして、この失業保険の削減に賛成した、保守党とか自由党、まあ、特に保守党ですね。保守党が、労働党から離脱をした、まあ、実は除名されたマクドナルドとくっついて、新たなマクドナルド内閣を作ったということなんです。同じ人です。同じ人なんですが、内閣が違うということです。で、これによってですね、失業保険の削減に踏み切りまして、さらにはですね、これも結構大事なんだけどね、ここね、理解してもらえないんだな。さらにマクドナルド内閣は、ここで金本位制の停止というのを行って、ポンドってのはイギリスのお金だよね、イギリスの通貨ポンドの切り下げを行います。で、私、ここね、毎回ちょっとね、やる前に少し、悩むんですよ。これね、生徒にご理解いただけないですね。何を言ってるのか、まあ覚えることはできますけども、これが一体目的は何なのか、何をしたのかがわからないですね。で、これ何したかと言いますと、この金本位制停止っていうのは、その例えばさ、各政府が発行している、お金、紙幣の価値をなんていうの、保証する、担保するものって何かって言ったら、当時はね、金本位制っていうのがあって、例えばそのお金の紙幣、これ紙切れじゃないですか、普通は。単なる紙切れですね。ただその紙切れが価値を持つのは、政府が金と交換するのを保証するからなんですよ。これ、この紙切れ持ってくると、金と交換しますよってことを政府が保証するから、その紙切れには価値があるわけですね。当時ですよ。で、これを金本位制っていうわけです。で、それをやってると、当時は混乱の時期ですから、紙切れに、その紙幣よりも金の方が価値があるということで、みんな金に変えちゃうんですね。で、そうすると国から金がどんどんなくなっちゃうということで、それを停止します。で、交換をやめるんですね。で、これもう一個目的がありまして、停止するとじゃあさ、イギリスが発行するポンドの価値、信用ってどうなります？これ下がりますよね。で、下げる、つまりポンドの切り下げというのは、ポンドの価値を下げてるんです。なんでわざわざ自分の国の通貨下げるのっていうと、実はこれ意味があるんですね。これは経済学部行く人なんかは絶対理解してほしいなと思うんですけども、自分の国の通貨を下げることによって、何が、ね、しやすくなるかっていうと、実は輸出をしやすくなるんですね。世界恐慌ですから、当然輸出は非常にしづらい状況になってます。ですので、自分の国の通貨を下げることによって、自分の国の製品を海外に売りやすくする。そういう背景があったんですね。まあ、ちょっと難しいですけども、これ経済学で聞く人は本当にね、理解してほしいところです。さらに、翌年にはですね、カナダの首都オタワですね。オタワで、オタワ連邦会議、まあ、イギリス連邦経済会議をね、正確に言いますが、というのを開きまして、これも重要なんですね。何をするかというと、ブロック経済というものを導入していくことになります。で、このブロック経済はですね、どう重要かと言いますと、まあ、簡単に説明しましょうか。まずね、このブロックって何かっていうと、先ほど言った通りさ、世界恐慌ですから、物は売れないわけですよ。で、自分の国のものが売れないのに、海外からこの安い製品が入ってきたら、さらに売れなくなっちゃうじゃないですか。つまり、海外から物が入らないようにする。どうすればいいかっていうと、これですね、関税をかけるんですね。自分の国とかその植民地で高い関税をかけることによって、これはアメリカが、ね、13%、 イギリスの 20% でかけるのかな。高い関税をかけることによって他国の製品を国内に入れないようにするんですね。で、これで、ね、各国がやりまして、例えばイギリスのブロック経済のことを、スターリングブロック、これはスターリングっていうのはですね、イギリスの通貨って正式には、ポンドスターリングって言いますので、これも通貨の名前です。まあ、これポンドブロックでも別に構いません。で、フランスはフランスの当時の通貨、フランからフランブロック。今もうフランも知らないよね。ユーロになっちゃいましたからね。で、アメリカはこれ簡単だよね。アメリカは当然通貨ドルですから、ドルブロック。
ということで、まあ、イギリスやフランスのように植民地を持つ国、アメリカのように広大な領域、領土、市場をそもそも持っている国が、こういったブロック経済をやることになります。ただし、これによって経済は活発になりますか？ならないよね。各国が自分の狭い範囲で貿易をしますから、国際的な貿易というのは当然縮小しますから、これ経済ますます縮小する結果になってくるんですね。さらに、イギリスやフランスやアメリカはいいですけども、じゃあこういった植民地を持ってない国はどうすればいいのって言ったら、植民地を取るしかないですね。例えば、こういうことなんですね。ここ少し書いてみましょうか。例えば、このイギリスやフランスやアメリカみたいに植民地や広大な市場を持っている国、これ持てる国と言いましょう。表現持てる国と言います。に対してそういうのないよって国があるんですね。この持たざる国、どんな国がありますかと言いますと、例えば第一次世界大戦に負けて全ての海外植民地を失ったドイツとかね、例えば勝ったんだけども領土全然取れなかったイタリアとか、まあ、新興国であり海外進出が遅れている日本とか、こういった国々はさ、ブロック経済やりたいなと思ってもさ、植民地が少ないからできないわけですよね。どうするか、さっき言った通り植民地取るしかない。植民地を取るということは他国を侵略する、他国の植民地を奪うわけですから、当然、対外的にも対立をしている。持てる国と持たざる国の対立という構図が出てきて、賢明な皆さんはこれを見てもう分かりますよね。この持てる国持たざる国の対立構図というのが、実はその後の第二次世界大戦の対立構図そのものになっているというのが分かると思います。ですからこのブロック経済はですね、めちゃくちゃ評判悪いです。もう悪名高きと言っていいと思います。このブロック経済というのは、まあ、第二次世界大戦、もちろん世界恐慌が引き金ですけども、第二次世界大戦に至る重要な要素でありまして、後にこの反省から、まあ、これはブロック経済というのは強烈な保護貿易ですから、第二次世界大戦後にこの反省、ブロック経済の反省から自由貿易体制を構築するという動き、ここもちょっと最近ちょっと変わってきてますよね、というのが出てくるわけです。ここはね、大事なところですので、よく勉強していただければと思います。さあではですね、最後に世界恐慌後のソ連について見ていきたいと思うんですけども、ちょっとソ連だけはね、特殊な事情があるんですね。なぜかというと、ソ連というのは、まあ、ロシア革命によってできた社会主義、共産主義の国ですので、基本的に資本主義の国々とですね、アメリカとかとあんまりそんな経済的なつながりがなかったんですよ。でこれが幸いとして、これが幸いにですね、世界恐慌の影響をあまり受けなかったんですね。ですので、これはよくグラフが問題に出ると思うんですけども、世界恐慌の、工業生産のグラフを見ると、ソ連だけ全然関係なく伸び続けてるんですね。で、これですね、このグラフを見て、一個だけ伸びてるのがソ連っていうのは、ぜひこれ分かるようにしてもらえればと思います。で、その時にですね、権力を握っていたのは誰かと言いますと、スターリンという人物ですね。これはね、やばい人ですね。世界史上何人かこいつやべえなってやついますけども、その中の私の中ではもうトップ、一番やばいのはスターリンだと思います。まあ、とにかくね、人間を信じるということができない人ですね。まあもちろんちょっとね、生まれもかわいそうな部分があって、父親がちょっとアル中の人で DV をして、まあ子供の頃からもう殴られ続けて育ったという人ですので、まあそもそもそういう生い立ちもあるんですが、とにかくね、人間を信じない、人間不信の人でして、まあ猜疑心の塊みたいな。あのね、主言症、民の主言症とかで結構近い感じしますよね。でこいつがですね、完全な独裁者、まあ、レーニンの後継者として独裁者になりまして、例えば個人崇拝、まあ、自分が偉大な指導者であるということの宣伝をしたり、反対派に対してはですね、もう全く一切許しません。粛清っていうんですけども、まあ、粛清って言葉はですね、最近使わなくなりましたけども、まあ、北のどっかの国に使いますよね。権力者、独裁者に反対するやつを、まあ、抹殺すると。というのがこの粛清でして、当時はですね、もう反対する人、反対しない人も関係ないですね。ちょっと疑われたら逮捕されて、これで大体1200万人ぐらい、スターリンの時代に粛清を受けまして、そのうち300万人が死んだというふうに、これ推測ですとね、言われております。あとは、少数民族が、反発しないようにですね、強制中央アジアとか強制移住、
させられるというこれアッシリアですよ、アッシリア、あそういったことをやるわけですね。そういう中でですね、1933年に、ソ連はですね、まあ、他国が、他の国々が世界恐慌に苦しむ中で、第二次五カ年計画というのをスタートを予定しております。1928年に第一次五カ年計画というのがあったんですが、その時はちょっと重工業を重視しすぎてですね、国内で餓死者が、笑っちゃいけないですね、餓死者が大量に出るっていう、これね、調べるとすごいですよ。ウクライナの方ではね、人肉を普通に市場で売ってたらしいですからね、それぐらい餓死者が出たんですが、その反省からですね、第一次五カ年計画では、工業だけじゃなくて、いわゆる生活物資みたいなものも生産するんですけれども、年号はね、ちょっと細かいけども、1933年というのは、覚える意味があるかなというふうに思います。この1933年といわゆる各国が、この世界恐慌にどう対応したのかっていうのの比較ができるんですよね。例えばソ連だと第二次五カ年計画ですし、アメリカだとこの年というのは、まあ、せっかくだから書いちゃうんですけども、フランクリン・ローズベルト政権が成立したのはこの年ですね。アメリカではフランクリン・ローズベルトの政権ができて、いわゆるそのニューディール政策が始まった年ですし、ドイツではこの人が出てくるわけですね。ということで、この1933年の意味というのをちょっと伝えておこうと思いますが、話はそれますけれども、このフランクリン・ローズベルトがですね、ソ連を承認してくれたり、あと翌年ですね、ソ連の国際連盟、まあ、当初は、除外されてたんですけども、国際連盟への加入が認められたり、まあ、いわゆるその工業力的経済的にも、それ以外の部分でもですね、ソ連の国際的地位がすごく上がっているという時代というふうに考えてもらえればと思います。まあ、他の国々が世界恐慌で苦しむ中で、相対的にこう、まあ、ソ連の存在感がすごい増してるんですよね。そして1936年には憲法が作られまして、これはすごいぞ、信教の自由とか民族の平等、自治、集会やデモの自由、労働者にはですね、休む権利とか教育を受ける権利とか、非常にこれ民主的な内容の憲法が作られまして、これは通称ですね、時の権力者の名前を取りまして、スターリン憲法と呼んでいて、まあ、すごいいい憲法を作るな、さっきのスターリンね、やばいやつだぞというふうに私言っちゃいましたけども、こういう素晴らしい憲法を作ってるんですね。ただね、ちょっと1個だけちょっと補足をしておくと、この憲法ね、ちょっと1個問題があるんですよ。1個だけです、1個だけ。どういう問題かっていうと、作った本人に守る気がないっていうね、そういう問題なんですね。ですので、いいことは歌ってますが、全ての自由は社会主義を守るために使われるっていう、わけわかんない理由で全く認められないスターリンの独裁が続くという状況になってくるわけです。はい、では今日はですね、世界恐慌後の、ヨーロッパ諸国ということで、主に、まあ、イタリアはちょっと世界恐慌前ですが、ファシズムの台頭、そしてイギリスの状況、ブロック経済、そして、ちょっとそれとは世界恐慌には影響を受けなかったソ連という形で、まとめておきました。さっき1933年のところで触れましたけども、この世界恐慌に対応していったある国で、ある人物を生み出すことになります。次回は世界恐慌後のドイツの状況について、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。